皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスターレッツゴーピカチュウパート6やっていきましょう。今回はいきなり突っ込んできたライバルを倒すところからやっていきたいと思います。そう、前回花田ジムを攻略してそのまま花田シティの上に向かおうとしたら、なぜか焦ったライバルが突っ込んできたんですよね。なんで焦っているのかはいまいちわかりませんでしたので、バトルが終わったらゆっくり話を聞きましょうと言ってる間にポッポを倒しました。そう、前回覚えたこのバチバチアクセルがめちゃくちゃ強いんですよ。なんですけど謎の草はまずいな。草タイプに電気は今一つですけど、戦えるポケモンは他にいませんので、電光石火で頑張って攻めていきましょう。ノーマルタイプの技ももうちょっと強い威力を覚えたいですよね。できれば70ぐらいの技ありませんでしょうか。お、避けた、ナイス。なんかね、前回も毒を自然に直してくれたし、今回も攻撃を避けたりでなかなか懐いてきているみたいです。毒の粉は避けないんかい。毒が一番まずいでしょうが、さっきの妖怪液よりこっちをかわしてほしかったですけど、まあまあまあそれはしょうがないとして、なんとか電光石火で倒していきましょう。これで倒せるかちょっと微妙じゃないか。はい、電光石火で謎の草 OK、 なんとか倒せました。急所じゃないよな。そうだよね、多分ギリギリだったんだと思います。はい、そしてレベルが上がって、直して、自力で直して、後ででも直してくれることあったりするんですけど、光の壁はいらないな。いや、いらない、いらない。あなたに光の壁はいりません。はい、そして控えのポケモンも、お、こっちの謎の草がレベル15になりました。それはいいとして、最後はイーブイですよね。バチバチアクセル1回で倒せるかな。微妙じゃない。相手のレベルにもよりますけど、レベルは何なんでしょうか。13。え ?13? 弱くね。もうちょっと強いかなと思っていたんですけど、二度蹴りの方がいいかな。バチバチアクセルが、タイプ 1.5 倍で、75だけど急所に当たるからそれのさらに 1.5 倍で、まあ大体100ぐらいか。で、二度蹴りが、30の6、あ、二度蹴りの方が入るわ。30が2回で60で、抜群だから120になりますね。電光石火覚えてるんかい。やめてよ、二度蹴りで EV さん倒せます。よし、 OK。 こうやってね、ちゃんと計算した方がいいですよ。そう、タイプ一致って言うて、ポケモンのね、タイプと技のタイプが一致していれば威力が 1.5 倍になりますので、そこも意識しながら技を覚えさせましょう。はあ、ちょっと落ち着いた。はい、どうしたんですか。前回めちゃくちゃ焦っておりましたけど、何があったのかゆっくり教えてください。はあ、はあ、ひ、俺らしくもなく取り乱して悪かったな。はい、この先に有名なポケモンマニアが住んでいるっていうから、珍しいポケモンいるかなって言ってみたんだ。でもそこにいたのは、聞いて驚くなよ。なんだ、ポケモンマニアのマサキってやつなんかじゃなくて、人の言葉を喋るポケモンだったんだ。なんだって。ひー、怖え。 MK も近づくなよ。そう、マサキはね、研究者なんですけど、研究で多分失敗しちゃったんだと思います。マサキがポケモンになってると思うので助けてあげましょう。この橋は人呼んでゴールデンボールブリッジ。5人勝ち抜けば豪華な賞品がもらえる。さて、お前に抜けられるかな。おっと、なかなか時間がかかりそうな橋でございますが、まあ経験近すぎにはもってこいでしょう。虫捕り少年のケンスケ、コンパンか。コンパンは毒虫なので、まあバチバチアクセルでいいですね。コンパン可愛いよね。MK さん結構昔からコンパン好きでございますけども、あー、毒どうしよう。回復させとけよかったけど、自力で回復してくんないかな。ちょっとそこにかけようか。はい、オッケー。急所に当たって倒しました。確定急所めちゃくちゃ強くない。はい、ここで経験値をもらって勝ちましたよ。なかなかやるじゃん。そう、急所っていうのはあれなんですよ。相手のなんていうの、防御とかが上がっていても関係ないんですよね。言ってることわかります。ちょっともうちょっと詳しく説明しますが、2人目は私、これからが本番よということでミニスカート。そう、急所っていうのは相手の防御ランクとか特防ランクに関係ないんですよね。なので、例えば普通に攻撃して相手が10食らうと、で相手の防御が1段階上がって、普通だったら7ぐらいしか食らわないところを急所だったら15食らうんですよ。そう、急所っていうのは相手の防御ランクが上がっていても関係なくて、かつこっちの攻撃ランクが上がっていればその分プラスになるっていう、めちゃくちゃいい、なんだろう、確率っていうか、めちゃくちゃいい状態ですので、確定急所は結構ありがたいですね。はい、ここでコダック倒しました。若干カミカミの説明でしたけど、皆さん理解できました。はい、と言ってる間に倒しました。名前なんつった。名前呼んでなかったわ今。
説明してて。はい、次。三人目。お、最後に商品くれそうなおじさんがいるね。三人目登場。そう簡単にはいかないぜ。今度は短パン小僧ですね。短パン小僧と虫捕り少年ってなんかなんとなく一緒じゃねって思っちゃうんですけど、短パン小僧の慎吾が勝負を仕掛けてきた。なんか短パン小僧はノーマルタイプで、虫捕り少年が虫タイプみたいなイメージありますけど、今回の短パン小僧の T シャツにはビードルが書かれていますよね。思いっきり虫タイプなんですけど、まあまあまあそれはいいとして、これ電光石火とどっち入る？あ、二度蹴りなんだ。二度蹴りが60で電光石火が40だから、まあちょっとタイプとか関係ないけど、二度蹴りで攻めていきましょう。そう、サンドは地面タイプですので、やばい、命中率が下がってしまいました。命中が下がると技が当たりにくくなりますよ。おー、ナイス。それを待ってた。自力で直してくれると思っていたから、 MK さんはポケモンセンターに戻らなかったんですよ。はい、ということでサンド倒しました。一体か、もう一体いる？はい、59経験値をもらって、ポッポはレベル16。そろそろピジョンになっても良さそうですけど、レベル何だったっけか。はい、シンゴとの勝負に勝った。ヘロヘロもうダメ。はい、200円ありがとう。そしてモンスターボールもありがとう。モンスターボール結構買わなくてもどうにかなりそうですね。トレーナーとちゃんと戦っていけば、拾っていけそうです。4人目は私よ。そろそろバテてきたんじゃない？いやいや、ピカチュウは毒を治して絶好調ですよ。できれば水タイプかノーマルタイプのポケモンがいいな。ミニスカートのアミちゃん可愛いですね。ニャースを送り出したノーマル、ナイス。ここはね、二度蹴りで倒していきましょう。相手のレベルにもよりますけど、レベルは10。なんかピカチュウがレベルめっちゃ高いな。経験値結構、あーっと猫だましまさかの。そう、経験値ね、手に入る機会が少ないから結構レベル逆転が起こるんじゃないかなと思っていたんですけど、あんまり心配する必要はなさそうですね。はい、オッケー、ニャースを倒しました。私も負けたのね。はい、ミニスカート結構多いけどみんな可愛いよね。なんかちょこちょこ目の保養になっていいですね。はい、そしたら5人目、あなたが最後だな。ピクニックボーイかな。キエイ5人目、俺が相手だ。ピクニックボーイなんだったっけ、キャンプボーイ、どっちだ。ピクニックボーイだった気がする。あ、キャンプボーイかい。キャンプボーイの吉原が勝負を仕掛けてきた。ピクニックなんとかっつうのはルビーサファイアか。そう、なんかね、同じような見た目でも結構シリーズによって言い方が変わったりするんですけど、ガーディどこ出んのよ。え、ガーディ欲しい。まあ炎の石でしか進化しないけど、結構強いポケモンですよ。ガーディこの辺に出んのかな。レベル11、急所で倒しましたが、ね、教えて生息地。あ、てか見たことあるからさ、生息地調べればいいのか、図鑑で。はい、吉原との勝負に勝った。大したもんだ。はい、ありがとうございます。これで何の商品がもらえるんでしょうか。できれば売って高いものがいいですけど。こんにちは、勝ったよ。お見事、5人抜きおめでとう。商品にこれをプレゼントしよう。金の玉、お、いいね。あ、なるほど。これは確かに高く売れますね。ところでここだけの話、ロケット団に入らない。え、あなたロケット団なのか。あらよ、ほんとだ。騙してたのか。俺たちはポケモンを悪いことに使おうっていうグループだ。入りなよ。入らないよ。入らないの。入ってよ。入れよ。入んない。断るって顔してんな。それなら無理やり入れてやる。うりゃー、バトルなんかい。じゃあ6連戦じゃん。5連戦って聞いてるんですけど、なんで6連戦になってるんですか。ロケット団の下っ端倒していきましょう。ズバッと。お、タイプ相性を知らないんでしょうか。 MK さんが使うのは電気タイプですよ。バチバチアクセルでひとたまりもないと思います。ここはバチバチアクセル打っていきましょう。 PP15 か。ちょこちょこモンスターボールじゃねえや、ポケモンセンターに行かないとちょっと PP が切れそうですね。はい、ズバッと倒しました。2体目はどうせコラッタだと思いますけど、どうでしょうか。ロケット団の下っ端とどうかーすか。いいね。なかなかいいポケモンロケット団からもらったんですね。はい、そしたらドガースもバチバチアクセルで倒していきましょう。いけるよな、1回で。抜群ではありませんけど、レベル差を考慮したらいけるはず。オッケー。またドガースって特防と防御どっち高いんだったっけ。ドガースの状態だとそんな変わんないか。はい、オッケー。鬼スズメがレベル11。気合ダメ、うん、いらないな。はい、下っ端に勝ちましたよ。お前ほんと強えな。308円ありがとう。なんか開始10分ぐらいずっとバトルしてるんですけど、そろそろ探検行っていいですか。それだけの腕があればロケット団でも偉くなれるのに、もったいないぜ。いや、入んないよ。お、人影くれんの。ちょっと人影くれる。俺ポケモン育てるの下手なんだ。この人影も弱いままでかわいそうだから、俺よりすごいトレーナーにあげたいんだ。ダメ、
俺の捕まえた数は50、これより多くなくっちゃ、まあじゃあ後で人影はもらいに行きましょう。じゃあとりあえず下行って、あなたはトレーナーですよね、ふふ、草むらから君の活躍を見ていたよ。お確かになんか橋のところはこっからだったら丸い見えですね。はい、キャンプボーイの智弘を倒していきましょう。今回はバトルバトルでございます。鬼スズメ、鬼ドリルどっかで見たいな結構 MK さん鬼ドリルの見た目好きだったりするんですけど、はい、ここはバチバチアクセル決めていきましょう。花田の洞窟があるんだったっけこの上って。花田の洞窟に入る前に一回ポケモンセンター寄った方が良さそうですね。はい、鬼スズメは倒しました。もう一体出してきます。はい、ピカチュウ56経験値で OK 勝ちました。やっぱりダメだまあそうだよね、 MK さんが散々勝ち抜いてたの見てたでしょ。そしたらうわコダックいきなり出てきましたが持ってないですよ。はい、じゃあコダック捕まえていきましょう。コダックといえばポケモンのね、あの音楽作ってる増田さんがめちゃくちゃ好きなポケモンでございます。よし行きますよ。そしてコダックの色違いは青色っていうね、ちょっと変な色なんですよ。なんか具合が悪そうなコダックです。ゴールダックよりもちょっと薄い感じかな。はい、でここ3回揺れて捕まらないんかい。結構見た目可愛いよね。まあコダックといえば霞っていうイメージの人もいると思いますけども、 MK さんはなんか増田さんが好きなポケモンだっていうイメージですね。はい、オッケー。なんか今日ボールさばき上手くない？カミカミですけど捕まってくれ。うお、なんでさっきから揺れてはいるんだけど、納豆だ、ナイスね。3連続エクセレントよ。これで捕まんなかったらもうダメだよ。3度目の正直なんでよねえ、エクセレント出しても捕まんないってどういうこと？うわうわうわ、暴投した。ちょっと待てよ。一旦ズリの実使おう。ズリの実使えば絶対捕まると思います。はい、ズリの実を使って逃げる前にここ捕まえていきます。あー、今のどうなんだろう。ズリの実は使ったけどエクセレントは出せませんでしたけど、うわ、ダメか。え？もう一個使う？あまりにも捕まんねえな。はい、じゃあここはズリの実を使って、あんまりあなたごときに使いたくないんだよ。もうちょっとかっこいいポケモンとか強いポケモンに向けて使いたいんだよね本当は。はい、ここ構えて落ち着け。逃げられる前に勝負を決めないといけない。ここで投げていく。エクセレント、ナイス。今日いいよ、来てるよ、流れ来てるよ。ズリの実エクセレントで捕まらなかったらもうどうしようもない。待って、だったらもうもういいわ、ズリの実使わん、エクセレントだけで勝負するわ。うーわ、なんでよでもこういう時に限って捕まったりするんですよポケモンっていうのは。はい、3回揺れて、うおっと、まあなんだこいつなんだこいつは、コダックに苦戦しすぎだって。はい、どうよ、そろそろ捕まって。あれ、ラッキーボールっていう概念ってあるっけ？あの捕獲クリティカルないんだっけ？ピカブイで捕獲クリティカルまだ見てないんですけど。はい、ここ投げていく。オッケー、ナイス、エクセレント。どうよどうよ、そろそろ捕まってよくない？もう10投ぐらい投げてるんですけど。オッケー何投投げた今、ズリの実何個使って、モンスターボール何個使った？ちょっと数えてた方いたらぜひコメント欄に書いてってください。不思議だね、レベル15。いやマジで時間かかるじゃん。はい、コダックなんとか捕まえました。コダック、アヒルポケモン、いつも頭痛に悩まされている。念力を使うか自分の意思かどうかわからないなんか名探偵ピカチュウでもコダック結構いい立ち回りしてましたよね。はい、そしてこれは何でしょうか。ズリの実3個、ナイス。うわ、そしてこのちっちゃいコダック捕まえたかったな。歩き方かわいい歩き方めっちゃ可愛いじゃん。はい、そしてポッポはもういらない。一応反対側も行ってみる。いや、行けないか。あら、こっち側は行けますか。もうちょっと草むら探索したいんですけど。コンパンいた、待って、コンパン捕まえさせて。はい、オッケー。あの岩男じゃねえ、山男か、多分戦闘だったんでしょうけど無視してしまいました。ちょっとこれ捕まったら行くからね、待っててくださいね。うわ、横ずれんのは卑怯でしょうが。はい、じゃあここは横に投げていく。まあ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 当たったからいいでしょう。はい、ここ1回2回3回で、うわ待ってよ、え、今日どうした。今日捕獲運がなさすぎる。あー、やばい、エクセレントは出せないけれど、どうでしょうか。1回揺れて、2回揺れて、3回揺れて、今日捕獲運なさすぎない。日頃の行い、 MK さんより日頃の行いいい人いないよ。毎朝ゴミ拾いボランティアしててさ。はい、お願い、1回2回3回、お願い。うん、なんで足りない。朝昼晩ゴミ拾いのボランティアしないとダメ。はい、じゃあここ投げて、うわ、もう
エクセレントもなんか出なくなってきたな。1回、2回、3回、OK。もう捕まんないんだったら3回揺れるとかやめて、ほんと期待だけしてさ、 MK さん嫌な気持ちになるわ。はい、これで経験値40もらいました。そろそろピカチュウがもう1レベル上がりそうですが、はい、今般昆虫ポケモン昆虫ポケモンか、なんか大体虫タイプは昆虫ポケモンじゃない？レーダーになる大きな目は明るいところでは小さな目が集まってできているのがわかる。怖い、ちょっと怖いねあんまり近くで見たくはありませんが、さらに先に進んでいきましょう。これは果たして何でしょうか。スペシャルガード、まあ特防が一段階上がるというやつですけども、今は使わないでしょう。コンパンしかいねえんかここは。はい、そしてあなたはバトルですよね。お月見山から降りてきたばかりだがまだまだ元気、さすが山男山をどんだけ登っても元気なんですね。その山登りしてる割には体型がねちょっと太っておりますけども、ダイエットにはならないんでしょうか。イワーク、おーでかいなんか草っぱらにイワークがいるとちょっと違和感がすごいですけども、ここは二度蹴りで倒していきましょう。でもイワークは結構防御が高めなので、もしかしたら耐えられるかもしれません。強っ、マジか、このレベル差があってそれだけ耐えてくる、なかなかやりますね。はい、怒りは全然食らわない。はい、じゃあもう一発二度蹴り打っていきましょう。この辺のトレーナーを一掃してからポケモンセンター戻ろうか。お、何、怒りのボルテージが上がっていく。はいおー、びっくりした。そうだよね、攻撃された分だけ上がってはいくんですけど、二度蹴りの時って2回上がるんだ。それは初めて知りました。じゃあなんかあの種マシンガンとかああいうのは5回上がってもおかしくないのか。はい、じゃあこれで、謎の草レベル16。そろそろ臭い花に進化してよ、頑張るな、うん、こっちのセリフですよお月見山の後にまたここに来ようなんて頑張りますねあなたも。はい、そしたら迷路になってんな。やべ、ブリーダーがいる。あれ今なんかちょっとスルーされたような気がしたんですけど、ちゃんとバトルしようよ。あれ、あなた違うの？む、君は僕と戦う予感。あれ今びっくりマーク出ておりませんでしたけど、なぜか戦闘が始まりました。びっくりにならないタイプの、あのトレーナーなんでしょうか。勝幸さん、ディグダ。ディグダ出んの？ディグダの穴、あ、ディグダの穴、いや違うよな、ここじゃない、ここじゃないはず、もうちょい奥だったはずだけど。そしたらここは二度蹴りでやっていきましょう。地面タイプですのでバチバチアクセルは効きません。はい、一発 OK、 いいですね。トレーナーと戦えば戦った分経験値ももらえますし、ボールもたくさんもらえます。ガンガンいきますよ。負けそうな予感がしていたよということで、じゃあわざわざなんか戦闘しなきゃいいんじゃない。そしてあなたブリーダーですよね。この辺りは近所のトレーナーが練習に来るのさ。ブリーダーって6体持ってるイメージがありますけど、もしかしてあなたもポケモン6体持ってるんですか。ハイド、あ、鳥使いかブリーダーっぽい見た目してたわ、あなた鳥使いね。はい、鳥使いピジョン。ちょっと私ピジョンまだ進化してない、レベル何、 15? あれ今何だったっけ、15は言っていたような気がするんですけど。はい、バチバチアクセルで倒していく。なんか相手トレーナー特有の進化レベルに達していないのにあのそのポケモン使ってくるやつなんでしょうか、結構あるあるですよね。はい、ということで、取り扱いの竹を勝ちました。なかなかできるねでしょ。900円、結構トレーナーにしては高いお金がもらえました。そしたらあなたはびっくりマーク出るんかい。サントアンヌ号のパーティー、パパと言ったぜ、いいだろいいな。サントアンヌ号っていうのは関東地方の船ですね。サントアンヌ号確か行けたような気がする。短パン小僧のアツシが勝負を仕掛けてきた。アーボ、あんたロケット団か隠れロケット団かお前、子供なのにロケット団に選抜されるとなかなかやりますね。はい、そしたらここはバチバチアクセル打っていきましょう。 PP が残り6しかないぞ。そして2体持ってる。あら、パンパン小僧にしてはポケモンの数が多いですね。はい、アーボを倒して次はなんだ。ここでコラッタとかドガースを出してきたらもう完全にあなたロケット団ですよ。はい、鬼スズメレベル12。どうだコラッタ、おっとお前ロケット団か、完全に手持ちが手持ちがやってるんですけど、さっきのスカウトをしてる人にスカウトされたんでしょうか。はい、ここは二度蹴りで倒していきましょう。一度で倒す二度蹴りだけど一度蹴りで倒すことができました。はい、オッケー、これで短パン小僧に勝てましたと。そろそろトレーナー地帯抜けたいですよ。羽休めは覚えようか。レベルが今17、17なのにまだあれなの、
あの進化しないの？24とか23だったっけ、ピジョンって。でピジョットが32とか36ぐらいだったイメージがあります。悔しくないもんということで240円ゲットしました。そろそろトレーナー地帯は抜けたいよ。うーわ、え、結構まだまだじゃないねえ、港に、あ、岬か、岬に住んでいるポケモンマニアの男に会いに行こうと思ってな。私もそうなんだよ、だから通してよこんなところで時間食ってる場合じゃないですよ。山男の五郎が勝負を仕掛けてきた。なんか山男で五郎ってすごい、山男になるために生まれてきたような名前ですね。はい、そしたら石つぶて倒していきましょう。2体使うか。なんか山男は確かに2体ぐらい持ってるイメージ。石つぶてはたけしのイメージあるなみんなは石つぶてといえば何のイメージがありますか？あのカイリキーだったかゴーリキーだかの図鑑説明に石つぶてをね投げ合ってこう、あの石つぶて合戦をするみたいな図鑑テキストがあったかと思います。石つぶて合戦ってやばくない人間に当たったらとんでもないことになりそうですけど、確か石つぶての図鑑説明のどっかにも書いてあったな、石つぶて合戦雪合戦みたいなノリで言わないでほしいんですけども、ワンリキー出てきました。ワンリキー持ってないぞ、どこにいる？これはバチバチアクセル決めましょう。はい、バチバチアクセルで一発で倒したいけど、どうだ、ブワーと耐える。麻痺にはならないか。麻痺ってついてないんだっけこれ。あれ、あ、そっか、ピカチュウ自体が静電気でもないし、そうだよね、10万ボルトとかでもないから麻痺はついてないんでしょい。はい、オッケー。ワンリキー、あ、今2回やる必要なかったな。電光石火にしておけば PP はちょっと節約できましたけど、まあ一旦ポケモンセンター帰ろうと思ってるんでいいでしょう。はい、そしたら山男勝ちまして、もしかしてこれダブルバトルじゃないんかいダブルバトルでもいいんだけどね、一気に倒させてよ、どんだけいんのよなんかこのキャンプ系はさ、あ、ピクニックガールとキャンプボーイなの、そういうこと？あれ、ルビーサファイアでもそうだったっけ。 MK さん、人生で一番やったポケモンがルビーサファイアなんですけど、確かキャンプボーイ、あれどうだったっけな、忘れちゃった。あの近接シティの上のさ、フエンの手前あの辺にキャンプボーイ、ピクニックボーイとかがめちゃくちゃいるんですけど、あれキャンプガールと、違う、ピクニックガールとキャンプボーイなんだっけ。うわ、ちょっとそこ覚えてなかった。はい、そして不思議だね進化になるんじゃないでしょうか。どうだ、不思議だね進化してください。来ました、おや、不思議だねの様子が、お、ポケモン GO 的な進化をしますよ。不思議層やっとですね。はい、ここ上に上がりまして、不思議層結構かっこいいよねあのスマブラのイメージある方いると思いますけども、なんとか進化しました、かっこいい、おめでとう。不思議だねは不思議層に進化した。イントネーションがおかしかったけれど、図鑑説明読んでいきましょう。不思議草種ポケモン、養分を取って大きくなったつぼみから香りが漂い出すと、もうすぐ花が開く証拠だ。うわ、楽しみですね、不思議花。はい、ということで不思議草をゲットできました。よし、じゃあこの調子でガンガン行きましょう。あなたもトレーナーか。あ、結構近くに行かないとあれなのか。そして今言ってたなピクニックボーイとキャンプ、あ、違う、キャンプボーイとピクニックガールなんだ。へえお、ゼニガメ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ゼニガメ欲しい、どこいたのゼニガメ、教えてよ。はい、そしたらゼニガメはバチバチアクセルで倒していきましょう。なんだかんだ今回さ、人影、ゼニガメ、不思議だね全員出たねなんか関東御三家大集合会でございましたが、はい、ゼニガメ倒せました、ナイス。これが終わったらもうまさきか。はい、控えにいるポケモンも経験値をもらって、トホホーということでスーパーボール2個いらないなモンスターボール縛りでやっております、よろしくお願いします。はい、じゃあここで PP エイド、 PP 回復する、いや、ポケモンセンターまで戻った方がいいよね。そしてまだなの、友達が可愛いポケモンいっぱい持ってるの悔しいわ。あなたは十分可愛いですから、それでいいんですよ。はい、ということで行きましょうか。ミニスカート、今回何連戦なのよ。ミニスカートのエリコが勝負を仕掛けてきた。謎の草やるな謎の草はちょっとピカチュウだと抜群つけないので、ここは電光石火でお茶を濁しましょう。なんか謎の草使う人多くないMK さんメタなんでしょうか、やめてそういうの。はい、そしたらここは電光石火どれくらい食らいますか。うわ、半分いってね、しかも
待てよ、何使った今、あー危ね、びっくりした。成長か、はい、攻撃と特攻が上がった。はい、そしたらここは電光石火、もう一発、多分倒せないと思いますけど、乱数次第。うわ、倒せないか。そして吸い取られました、やばいよ単純にピカチュウの体力もやばい。おっと、大丈夫大丈夫、それぐらいだったら電光石火でご利用せます。でももう一体持ってんだよなこいつ。はい、ここで、あ、こいつって言ったら失礼ですね、お姉さんにこいつはないわ。はい男だったらいいけどという話でもございませんけども、はい、ピカチュウレベル20、いいですね。なんか覚えてくださいな、できれば草タイプに強いやつ。なんも覚えないんかい、光の壁しか今回は覚えないんか。はい、そしてポッポ、ナイス。ポッポだったらご利用せるわ、なんか二度蹴りでも倒せそうな気がするな。そう、ノーマル飛行だから、これ実は電気じゃなくて二度蹴りでも等倍なんだよな。行くか、いけると思う。そう、飛行に格闘は今一つですけども、ノーマルに格闘は抜群なので、オッケー、倒せましたなんとか等倍で持っていきましたよ。はい、そしてここで終わりですよね。エリコとの勝負に勝った、悔しくないもん、なんかそういう系多いよねミニスカートはもう負けちゃったのとか、悔しくないもんとか、そういう強がり系が多いイメージでございますが、お前が最後か、まさきの家に行くのか、その前に勝負しよう。釣り人、コイキングのイメージがありますけど、コイキングまだ MK さん持ってないよ。おお、すごいダイナミックポーズ維持すんの大変じゃない。釣り人の工作はコイキングを繰り出した、いいね。いや、コイキング欲しいんだけど、どこに出た。っていうか釣り竿持ってね、釣り竿があれば多分釣れますよね。こいつも二度蹴りでいけそうだな。でもバチバチアクセル決めよっか。そう、コイキングはね、黄色い、ヒゲがオスだよね。黄色いヒゲがオスで、白いヒゲがメスというね、そういう見た目の違いがありますので、皆さん覚えて帰ってください。今のは黄色いヒゲでしたので、オスのコイキングでございます。はい、次はクラブ。クラブも持ってないなんでそんな私が持ってないポケモンガンガン使ってくるわけ。どこに出るか教えてくださいよ。はい、ということでラスト、バチバチアクセル打っていきましょう。これで PP がゼロになってしまったので、一旦ポケモンセンターに戻りたいと思います。急所に当たった、まあいつも急所だ。クラブいいよね、ポケモンっぽくはないような気もするけど、個人的にはデザイン好きでございます。やるな、でしょ。560円、大人なんだからもうちょっとくれてもよくないか短パン小僧2人分ぐらいですよ、それじゃあ。はい、そして、お、これがまさきの家か。じゃあ行く前にだ、ちょっと待って、一旦ポケモンセンターで回復させてくれそうしないとダメだ。PP がなくて、いきなり戦闘にロケット弾とかでなってしまった場合、どうしようもなくなってしまいます。いや結構倒してきたな。お、謎の草がいるけどいらないな。あといないっすか。ちなみに新しいポケモンがいたらついでに捕まえていきますよ。あの人影もエンカウントできればいいんですけど、そういうポケモンではないんですよね。はい、コンパンが出まして、あといない。ガーディー、ここで出そうな気するけどな、どうだったっけ。あ、どうしたの、何、鼻の匂いですか。はい、釣りの実、ナナの実。おー、笑顔ですけども、楽しそうに眺めている、それだけえアイテムじゃないの。アイテムがもらえると思って話しかけたんですけど。はい、そしたらポケモンセンターで回復しましょう。まさきって戦闘にはならないよな、確か。なんとなく覚えてるけど、そう、まあなんとなく覚えてるけど言わないわ言うとネタバレになっちゃうわ、まさきの展開。はい、ということで6体ここは預けました。正直ピカチュウ以外は何もしていないので、別に回復する意味はないんですけども。はい、じゃあまさきの家向かうよ。ちょっと何体倒したか数えよう今回めちゃくちゃトレーナーラッシュだったわ。さっきロケット団が1人いなくなってるので、そのロケット団もちゃんと数えましょう。ライバルも倒したってこと考えると1で、ここで、はい、2、3、4、5、6でロケット団倒して7、その左倒して8で、あなたはトレーナーじゃない、今のところ8。ポッポ出るんかいポッポしかいねえな。はい、そしてここで9で、あなたで10、11、12、13、14、15で、この奥行って16、17、やばくないめちゃくちゃなトレーナーを倒しましたので、今回はこれぐらいで終わっておきたいと思います。よし、じゃあ次回はまさきの家に向かっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。